はい、皆さんこんにちは。デジタルハリウッド大学大学院の佐藤です。学びを止めるなプロジェクト、デジタルテクノロジーを活用していつでもどこでも誰でも学べる環境を作ることを目的に情報発信をしております。今回はユームテクノロジージャパンの小西さんにおいでいただきました。小西さん、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、このユーム、ちょっと聞き慣れない方もまだまだいらっしゃるかと思うんですけれども、どんな会社なのか、ご説明いただけますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。私はユームテクノロジージャパンの、コニと申します。で、このユームという会社なんですが、2014年設立のですね、学習のプラットフォームの、ものになります。モバイルですとか、ウェブのブラウザーでですね、いつでもどこでもどんな時でもお互いにつながり合って学べるプラットフォームとして展開しています。で、これですね、実は世界でいうと今200カ国地域で使われていまして、学校の教育関係者でいうと大体10万校、100万人ぐらいの関係者の方が、実際のご自身の授業の配信だとか、その配信だけではなくて、どうやって生徒とインタラクションを入れていくかということで使っていただいている、そんなツールになります。主にどこの国が多いんですか、使っているのは。スタートは、アメリカで、今は中国と、あと日本という拠点はこの3カ国において、実習をしております。もともとアメリカから生まれた企業で、そうですね、中国でよく使われているんですね。はい、インターネットの、会社なので、もう最初から世界を相手にこういうビジネスを始めているものですから、あまり地域というのはなんかそもそも概念としてはないそうなんですけども、ないんですね。はい、分かりました。じゃあちょっと早速どんなことを、ご説明していただくかなんですけれども、今実はその学校がですね、大変なんですね。新型コロナウイルスの関係もあって、休校が非常に長引いてですね、その間子どもたちや先生困ってるんですよ。実際学びが止まっちゃうんじゃないかということでですね、ただ特に中国なんかですと、教育は止まれど、いわゆる学びは止まらないっていうテクノロジーを使ってね、そうですね、そういった状況もございまして、まさに日本でもそれをやってみたいなというふうに思ってるんですね。今回なんかリリースを出されたということで、そうですね、どんな内容でしょうか。ありがとうございます。まさにですね、この学びを止めないというところで、私たちが一つ有利なのはですね、実は中国が今一番その利用いただいているマーケットとしては大きいんですが、まさに1ヶ月前にですね、この新型コロナウイルスの影響で、学校、複数の学校にですね、これをまあ導入してですね、で、3つの、サービスをご利用いただいているんですが、1つはライブ配信ですね。あとはオンライン上で授業ができるという、そんなことが1つできます。で、ただそれだとですね、従来の授業を配信するだけという形になってしまいますので、そこにですね、ディスカッションですとかアンケートだとか試験だとか、インタラクションを入れていくっていうですね、そんなものができます。で、そして、その受けた授業を実際に誰がどれぐらい受けたのかっていう、その受講管理ができる、このシステムをですね、このシステムを、例えば成績がどれぐらいだったかとかですね、そういったものを、あとはその成績がまだ子供にはどうやってフォローしていくのかとかですね、こういったものができるものをですね、教育機関向けに無料でサービスとして開放させていただいて、無料でというのを一部の機能の部分をですね、そんなことを今スタートして、日本でもこれを続けてやっていこうというところに、なるほど、はい、ちょっと機能的なところだと分かりにくいかと思うんですけど、何かお見せできるものがありますか。はい、それでは少しちょっとお見せできればなというふうに思います。じゃあ小西さん、早速どんな機能があるのか見せていただけますか。はい、ありがとうございます。お願いします。一番多く使っていただいているのはこちらの画面にも出ている生放送という機能でして、やはりこのオンライン化に急にこうやってなった時にですね、今までの学習教材だとかを全てデジタル化をするのがやっぱ間に合わないと、そうするとどうなるかというと、今までやってたものをそのまま載せて、で、作り込むことなく学びを止めないでやっていけるということが非常にポイントになるので、こんな機能が一つあります。で、これどういうものかというと、先生はですね、この自分の顔が出ててですね、で、実際に、受講生、つまりは、学生生徒は自分のモバイルでですね、アプリを入れればもうこれにログインして使えると。で、こういった形でちょっと今流していきますけれども、ちょっと音は今消しておりますが、画面でですね、スライドを見せながら、これがスライド、はい、そうですね、で、参加者はですね、ここにですね、コメントという形で、コメントをですね、ツイート状態でこうやって入れていくというですね、
はじめましてとかですね、うん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 、はい、なので見てますよ、そうですそうですね、うん、でこれがあの最大でいうと1万人ぐらいまで、うん、あの対応できると、なのでここでですね双方向性を取り入れながら、うん、あのライブ配信の授業をすることができると、うん、ただこれだけだとですねオンラインと集合のやっぱデメリットとの違いというのは集中力が持たないというのがありますので、うん、確かに5分間に1回こうやってインタラクションを入れていくというのが非常に重要でして、うん、U の場合ですとここにですね例えばアンケートとかですね試験というものをですね、うん、こちらが画面を切り替えてですね、はい、こういった形で講師側で操作をしながら、うん、じゃあ今からアンケートやりますよって、じゃあ今から手元に入力してください、うんうんうん、じゃあ結果を表示しますねと、ぼーっとしてらんないわけですね、はい、見てる人も、なので常にその何かあの動作インタラクションが起きていると、うん、あると。でこのアンケート結果もですね、うん、こういった形でですね実際に結果を表示したりですとか、うん、これは先生が見るんですね。そうですね、これが全体に共有もできる、あ、これ全体に共有している場面ですね、はい、はい、で、またはこの後に試験を取り入れたりだとかですね、まあ、こういったことが可能です、うんうんうん、はい、で、そうですね、まあ、これが一番一つ目の生放送というところですね、うん、今あの生放送をあのご紹介させていただきましたが、今入れたようなですねこのインタラクション対話ですね、うん、これを入れられるのが一つ U の特徴でして、うん、今の同時の同じ時間帯にそのインタラクティブだったんですけれども、うんうん、あの1日をですねずっとこれやり続けると結構大変というところ で、ね、まさに今中国でも、うん、あの自宅でこういうのです、国が指定しているカリキュラムを20分単位のものを、例えば中国語6時間とか数学を算数をまあ4時間いわゆるアーカイブ、ね、そうですね、4回とかですね、うん、4時間じゃないですね、20分かける4回ですね、うん、いうのをやりながら、うん、合間は自分自身で振り返ったりだとか自己学習ができる、うん、自分のペースで学べる、そうですね、うん、非同期型 の、 あのコンテンツですね、おっしゃるとです、うん、なんで同期非同期を組み合わせたような仕組みになってまして、うんうん、それが例えばこういった形でですね自分のペースでまずこれ多分あの一つないですけど学びの未来をどう作り出すかっていうこの問いに対して、うんうん、ここに例えばこうやって入力をしてですねコメントを提出して回答すると、うん、まあ、課題とかね、そうです、うんうんうん、他の人の意見が見える、見えたりだとか、うん、まあ、こういった形で、試験問題をあの自分のペースで実施してここまではできたけれどもここもう一回やり直した方がいいというですね、うん、この e ラーニング的なあの機能によりお互いのから学ぶというものを入れるという、うん、これが2つ目ですね、はいはいはい、で3点目はあの、うん、こういったものすべてデータが取れてますので、あのオンラインにするというところは、うん、実は今までの集合研修の置き換えではないと思ってまして、うん、こういったデータがあるというところはですね、あのぼーっと受けていても受けていることには変わりないんですが、うん、ちゃんとやらないといけないというところで、人に合わせた結構このアダプティブな学びというんですかね、うん、あのそういったものがあのできるという意味では、この受講管理データを蓄積するなんていうところも、うん、で分析してどううまくしていくかですね、うん、はい、でこれら の、 あの3つの機能を一部ですね、うん、まあ、この生放送を含めて、うん、あの無料でお使いいただくというですね、はい、それをあの私たちがあの今回、うん、まあ、教育機関向けに、はい、あのやっていければというところになります。なるほど、はい、具体的にいつまでとかいつまでご提供いただく期間とか、はい、あとはそのそうです、ね、どうやったら申し込めるのか、そんなところはございますか。はい、そうですね、うん、実際にですね、こちらに関しては、私たち4つ の、 あのものをプレスリリースであの出させていただいているんですけれども、はい、一つは学校や大学学部に半年間の無料をですね、半年間も、はい、あと個人の教師が持つ ID としてはこれ1年間、うん、1年間、はい、無償で提供すると、うん、ただこれだけだとうまくいかないというふうに思いますので、あの教師向けにそういったあのオンラインのコミュニティですよね、うん、やり方お互いから学び合ったりだとか、うん、まあ、そういったものをあのちょっと作ってですね、作るんですね、はい、で、まあ、操作方法だとかっていうのは、うん、あの動画でご案内があるので、うん、まあ、そういったものをまあご案内していく、うん、分かりました。はい、興味を持たれた方はどうすればいいんですか。 UM 検索して入っていくんですか。はい、そうですね、あの、うん、umu.co とに入れていただいてもあの出ますし、うん、はい、申し込みの何かバナーか何か出てるんですか。あ、はい、あの学校の教育課面というのでリリースがあの出ておりますので、うん、はい、そちらをご確認いただければ、見ていただくと、はい、そうですね、はい、はい、わかりました。ではたくさんあのご応募が来るといいですね。はい、はい、あのぜひあの使っていただければ、はい、これを機会にね、いいと思います。はい、では今日は小西さんにおいでいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。